よっ。結構お参りに来てる人がいるな。あそこにいた女の子二人組可愛かったな。マジで見てなかった。それにしても墓が観光地になってるってやっぱユイトってエリートなんだな。なんだよ急に。親父と兄貴はそうだけど俺は違うよ。でも華麗なる一族ってやつじゃん。親父さんは評議会議長で、兄貴は海抜軍の司令官。しかも建国の父、ヤクモスメラギの子孫だろ。断絶の春で滅びかけた人類を救ったザ・英雄。どんな顔してたんだろうな。案外ユイトにそっくりだったりして先祖だし。
先祖って言っても2000年も前の大昔の話だからな。子孫だって実感もないよ。大地残ってる記録が例のマスク姿だけじゃん。あれを先祖だって言われてもさ。ああ、わかるわ。ホラー映画の犯人みたいだもんな。断絶の春の時に顔に大怪我したんだっけ。えらい、やべ、建国の父のことこんな風に言ったら怒られちまうか。そんなことないだろ。そんなことあるって。スメラギ家って言えばめっちゃ権力持ってる家柄じゃん。親父さんだってお前が政治家にも官僚にもならないって言ったから怒ってるんだろ。もういいよ、家の話は。それよりバッキーちゃんおみくじ引こうぜ。お前、先祖に報告はいいのかよ。まあいっか。よし、引こうぜ。よし、引いたぞ。せーので見せ合おうぜ。いいぜ、明日からの海抜群生活を占う大事なおみくじだからな。せーの、大凶。俺も。てか、幸先悪くね。はぁ、耐える。おみくじ結んだらカフェかなんかに入って休もうぜ。そうだな、バッキーちゃんの悪金ももらったし、ビジョン街の方に行ってみようか。怪警報？今日の怪異予報じゃ襲撃レベルはゼロだろ。あ、まずい、怪異が街の中に。おい、迅速に行動せよ。怪異がの侵入を許すな。警報だ。スカーレットガーディアンの出撃か。セプテントリオンのカレント吹雪だ。
テントリオンのカレントラバースと吹雪スプリングだ。カレン連隊、吹雪連隊、プラン A だ。展開。民間人はシェルターへ。おい、おい、ユイト、俺たちもシェルターへ避難するぞ。俺たちはまだ正規の隊員じゃないんだからな。ああ。高速移動で避けて放電攻撃かよ。一人で何種類も超能力が使えるのはカレントラバースだけだもんな。かっけー。カレントラバースって確か人の超能力をコピーできるんだっけ。うん、それでいろんな超能力使えるんだよ。マジチート能力だよな。セプテントリオンクラスになるとあの程度の怪異なんて雑魚じゃんか。ママ、危ない。おい、やる気か。俺たちはまだ正規隊員じゃないんだぞ。でも今ここで怪異と戦える超能力を持ってるのは俺たちだけだ。やばいって、後で教官たちにバレたら人が死ぬの。待って、見てられないだろ。俺は行く。ナギは応援を呼んできてくれ。単独行動なんかやだよ。だったら俺も行くって。ナギ、バカ、そんな嬉しそうな顔するな。本当は行きたくないんだからな。ナギ、お前最高。知ってるよそんなの。それより俺は右を叩くぞ。お前は左を頼む。任せろ。ナギ、そっちはどうだ。攻撃が効いてる。これもしかしたら勝てるかも。もしかしなくても勝てなきゃ困るだろう。ここは危険です。シェルターに避難してください。はい、気をつけて。まだ怪異がいる。いけるか。もうこうなれやけだ。やってられ。よし、行こう。片付いたか。
民間人じゃないわよね。あれ、君、あなたは生きるのよ。あなた海抜軍よね。あ、いや、俺は訓練生で。そう、どちらにしても目的は同じね。目的って？あなたバカは？し、来るわよ。え、何が？行くわよ。え、あ、ああ、こっちで。君も海抜軍だよね。ブレイトオフできるんだし。状況分かってる。怪異を倒してからにして。好きに直した。このぐらい。この調子で行こう。お疲れ様。これでこの辺りの怪異反応は全部潰したと思うけど。そうね。カサネちゃん、さっきの男の子救助してきたわよ。ナギ、無事だったか。ああ、このナオミちゃんに助けられてな。くそ、かっこ悪い。怪我がなくてよかった。お姉ちゃん、ありがとう。え、二人は姉妹なの？ああ、二人とも俺らと同じ海抜軍の訓練生なんだって。改めまして、俺はナギカーマン。こっちはユイとスメラギ。私はナオミです。ナオミ・ランドール。この子は妹のカサネ・ランドール。君たちか、余計なことをしてくれたのは。スカーレット・ガーディアンの活躍によって怪異は一掃された模様です。何？竜神区での怪異討伐戦、見事な勝利でしたね。え、あの、もしかしてこれって勝利インタビュー？そうですよ。今のお気持ちは？はいはいはい、取材はここまででお願いします。あ、アラチスプリング隊ですね。彼らは一体何者なんですか？ナギ、あれ、みんなどこに？え、ここならゆっくりお話ができそうですね。あの、一体何がどうなって？僕はルカ・トラバースです。セプテントリオン君6等のルカ・トラバースさん。そんな風に呼ばれるとちょっと恥ずかしいんですけど。でもその通りです。あなたたちは訓練生ですね。身元を紹介しますから、パーソナルポートを開放してください。ありがとう。素直なのはいいことです。
4人とも海抜群訓練生で間違いないですね。ダメですよ、訓練生が勝手に怪異と戦闘するなんて。すみません。空白地帯に怪異の侵入を許し市民に被害を出しかけたのは怪異討伐軍側の落ち度では？かさねちゃん、そんなこと言ったらダメよ。その通りですけれど、なかなか手厳しいですね、カサネ・ランドール訓練生。各自言いたいことはあるでしょうが、ひとまず怪異討伐軍本部へ出頭してください。マスコミとの接触は避けるように。いいですね？了解しました。あれは？ああ、戦死者です。警備をしていた海抜軍が2名やられました。視覚検閲されていると思いますが、無理に見ない方がいいですよ。え、なんでですか？怪異は人間の脳を食べるから。ええ、首なし死体を見るのは精神衛生上あまりよろしくないでしょう。う、想像しちゃったよ。テレポートかアポートで運べばいいのに。遺体安置所までは距離が遠すぎますし、超能力も万能ではありません。ちょうどいいから少し話しておきましょうか。ご存知でしょうが、一人の超能力者が使える超能力は一種類のみです。ただそれぞれの超能力には個性と適性があります。超能力の種類はもとより強さや弱さも人それぞれだ。それを軍隊として運用するためにはデバイスにも頼るし、脳への負荷も減らす必要があります。ですから超能力を使わなくてもできることや優先度の低いものは人の手を使って行うんですよ。はい、すみません。では僕はこれで失礼しますね。私たちも怪異に負けたらあんな風に。そんなことはさせないよ。同じ567期だろ、一緒に頑張って超能力を磨いていこう。あ、はい。それ以前にお姉ちゃんのことは私が守るわ。行きましょう。え、あ、それじゃあユイトさん、ナギさん、失礼します。カサネ・ランドールさんか。びっくりするほどあの人に似てたな。あの二人、登録番号からしてどっちも同期みたいだけど、双子なのかな。かわいいよな。は？ナオミちゃん、あの子超タイプ。カサネちゃんも美人だけどちょっと怖そうじゃん。その点ナオミちゃんは恥じらいがあって優しくてさ。しかもこっちのことチラチラ見て赤くなってたろ。やばいわ、俺春が来ちゃうかも。相変わらずおめでたいな、ナギは。どうでもいいからさっさと本部に行こうぜ。どうでもいいことはないだろう。親友の恋を応援しようという志を持ってないのかね。わかったわかった、後で聞いてやるから行こうぜ。